ロックマンセブン宿命の対決2回目でございます。今回はダブルキャストじゃないよ赤坂みつきを倒しに行くわけではないよ。ロボットを倒しに行くよ。ほんとね、次どこ行こうか相当悩んだんですけど、時計回りに行こうかなと思ったんだけど、だとすると次の敵が相当いかつい見た目、強そうすぎんだろこいつ。なので1個飛ばして、この下の、あ、そうだ、その前になんですけども、前回フリーズマン倒して途中でゲットしたネジ、あれ何に使うんじゃという風にすごい疑問だったんで、ちゃんと調べてきたんですよ。そしたらですね、どうやらこの、ステージセレクト画面でタッチパネル、お、これか、でかいエディでっけえエディがやってくる。これでどうやらアイテム屋さんみたいなところに行けるらしいんですよ。ビッグエディへようこそ、オイラがライト博士の一番弟子、スーパーロボットライトと出す。でも実はオイラの頭にはネジが1本足りない出すだからそんな口調なのかな。よかったら戦っている間にオイラの頭にぴったりのネジを探してほしい出す。もしネジが頭に合わなくても集めてくれたネジをアイテムと交換する出す。ちゃんとね、交換アイテムだったってことでワンアップE缶、ワンアップE缶、ダブル缶、これ何？これを使うとステージから脱出できる。ボスを倒さないと機能しないだす。あー、なるほどね。途中で離脱できる。高えな、200本もネジ必要なのか。ビートだよ、ビート。ビート救出機能アイテム、あなたが落ちた時ビートが飛んできて助けてくれる。すごすぎる、それ欲しい。ビートがいないと使えないだす。使えないだすか。で、今ネジ46本しかないんだな。ビートゲットしてからこのビート救出機能を使い欲しい。これ絶対持ってると便利だよ。ワンアップ買ってもしゃあないか。じゃあ今はとりあえずいいや。でも E 缶とかをこうして購入できるようになったっていうのはすごいいい機能だと思う。これ面白いな。ちょっともう一回フリーズマンとこ行ってネジ集めしてこようかなっていう周回プレイがめちゃくちゃ面白くなると思うこれ。さあ、じゃあ次はちょっと名前は分かんないんだけど、この下にいるこいつ行ってみよう。何マンこれは。バーストマン、ボンバーバースト、バーストマン。ほうほうほう、なるほどね。ちょっととりあえずどんな感じかやってみないとわからないぞと。あ、そうだ、前回取ったフリーズ使ってみるか。フリーズクラッカー、あれ出た爆弾321でしょ。321、このギミック出てきたのって6でしたっけ。あ、ま、危ない危ない危ない。上爆発してトンと、こういうことね。ほらあれ、ほらあれ、あんま効かない、あんま効かない、あんま、あれ、ちょっと待って、横？ん？あ、上に乗れんのか。こういうことか。あ、で、危ね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 。こういうことか。あ、バッチリ。おい、おい、あ、よー、ちょっと待って、いいか、ちょっと待って。ぐちゃぐちゃ。今、ワンアップあったし、いいかもあるし。ちょっと待って、ここは横行って、あー、行かれた。なんだ、うわ、なん、ちょっともう今のどっちかは欲しかったな食らいまくってる。これ海と同じ感じ。すごい油みたいな。お、あべ、あ、これな、あー、上にワンアップか。マジか。ワンアップ欲しかったな。なんかいろいろ取り逃してる。これもう一回やりたい。あ、やべ。ほ、あなんでそこでスライディングしたんだよ。ちょっと、そっか。もうゼロ機だったし。もう一回やろう。あそこは、とりあえずいい感欲しいな。いい感使っちゃったんだよな、前回のフリーズマンの時。うわ、なんだお前。あ、ネジ落としたね。ネジ収集楽しい。あ、あと、ここ掘れワンワンもちょいちょい使っていきたいね。よし。全然わかんないけど、ちょっとここで一回使ってみるか。ワンアップ落としてくんない？出してくんない？ラッシュ。お！なんか掘った。あー、でも回復か。まあまあまあ。悪くない悪くない。ちょっともう一回やっていいですか。これ結構面白いな。この収集要素がすごい。骨？あー、ゴミか。じゃあまあいいか。相撲。ここは横に気を、あ、やばい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 、あ、やっちゃった。届くか。あぶねえ。あ、ここ、おわ、ちょっとだからなんでちょっとやり直したい。なんかスライディング癖がついてんな。なんでだ。321ドンドン。いい感。ここでラッシュか。ラッシュ使うか。ラッシュコイル。あーダメだ、届かない。むしろじゃあここで、あ、ちょっとラッシュしまった。ぐちゃぐちゃになってしまった。あ、この下からでいけんのかな。ここからラッシュコイル。あ、いったー。こういうことね。で、ここ壊して、こっちいけないね。あぶね。よし。ほっ。で、下と。メットオールだ。うわー、上トゲきた。海ステージはね、海じゃねえか、ここ。あ、ネジだ。トゲがほんと怖いんだよ。小ジャンプ。あー、危ねえ。あー、ここ怖いな。小ジャンプ、あれ小ジャンプ、おー、怖い。ん、あ、中ボス。うわ、なんだこいつ、うわ、なんだこいつ、うわ、危ない。トゲ、連打、うわ、うわ、うおーい。ちょ、強いな。うわー、うわーっとこいつ。ああ、よし、なんと倒した。お、アイテム落としてくれた。ああ、浮いていく。あれ、なんかすごいピンクになった。体に悪そうな液体に使ってる。危ね、危ね。あ、これ何。あ、でもここが中間地点なんだ。あ、で、上ね。なるほどね。あれ、これ、ああ、そっか、水が来てるときにジャンプか。そうだよね。これ普通のジャンプじゃいけないよね。ラッシュコイル使ってもいいけど。おお、ギリギリ。危ねえ。危ねえ。怖っ。あ、で、ここも水。水じゃないな。これ何の液体なんだ。やばそう。体に悪そう。あれ、これはどうする？出たよ。消える床。なんだよ、今作もスーファミになってまではあんのかよ。廃止にしていいって。これは消える床。あ、でもまあここは3つだから簡単。あ、間違えた。あ、ちょっと待って、なんかあれ、ちょっと待って、本当ね、コントローラーのせいにするけど、なんかスライディングしちゃう。ちょ待って、これ地獄だな。待って、トーン、よし。いや、でも絶対消える床ゾーン続くって。ほら、あれ、でもこれ下から行けばいける。お、あー、ジェット欲しい。え、なんだ、なんでスライディングしちゃうんだ。やり直したいな。いい感欲しいしな。ちょっと死ぬか。今何機？あ、でも2機あるか。2機あるなら、ちょっとちゃんとやろう。うおー、危ねえ。なんかなんかおかしいな。ここはトゥントゥン、こっち出てトゥン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 、よし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 。でここよね。でも割と順番通りか。右右下上、あー右右一回休みの上だな。よし行ってみよう。右右一回休みの上。おお怖い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 。あダメだった、間に合う。あー距離か、距離が足りなかったな。でも今いけたな、今いけたな。そっか。あでも分かったぞ、あそこのトゥントゥンエリア、あれ以上続かないことを願うばかり。うわちょっとここほんとギリギリだな。あネジ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 。でもこのネジの収集要素があるから、なんかやり直しも苦じゃないというか、むしろやり直せばやり直すほど強くなっていくっていう、いい仕様な気がする。トゥントゥントゥン、あいやいやだからほ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 ら、あれちょっと一回俺 PS5 再起動しようかなとも考えるレベルなんだけど、これどうしよう。トゥン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 、設定変わってるわけじゃないよな。設定変わってないよね。おっと、あちょっと危ない危ない、焦るな焦るな、トゥントゥンエリアは焦るな。トゥントゥントゥン、一回休んでた。ダメだダメだダメだった。そうだよね、右右一回休みの右右ね、右右一回休んでトゥン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 、よしった。おおちょ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 、なんだお前。よいしょ、よし。でもこうなったらいけるとこまで行きたいな。またこの怪しい液体。ほおーちょちょちょ、あれ R プレートがある。 R プレートか。ちょっと待って、でもこれは浮いてる時にほおートン、あよしやった、取った取った。前回エッチ取ったんだよね。あラッシュか、ラッシュプレートだ。うん、R、あと A と S があるってことじゃないのかな。ラッシュ、なるほどね、ラッシュプレート。でもまだちょっといまだによくわかんないのが、一番下の BO がボルトなのはわかるんだけど、その上の RS とか EB とか PU とかがよくわからない。なんだろうねなんだろうね。もうやっていくうちにやっていくうちになんとなくで理解しよう。待って、これも水が浮いている。あここは行っていいか、行ってほおーちょっと怖いね、ちょっと怖いね。あーよいしょ、おおー怖い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 。よしよしよし、いけるか。あーちょここは欲張らずに、あというか普通のジャンプでいけば。これ下トゲだよね、上のトゲも怖いけど、怖い怖い怖いです怖いけど怖いです。あーここも危ないな。この水位の上昇を利用して、よしここオッケー。あボス来たで前回もこの敵いたけど、すっげえぬるぬる動くね。この滑らかさすげえな、こいつ弱いけど。あーでもボスついたよ。いい感なしでいけるか。あと一機、あと一機、一機か。とりあえず一回やってボスのパターンを見て、もしかしたらフリーズが弱点だったらありがたいっていう希望にかけていってみよう。バーストマン、うわ上トゲ、これ周りの丸いの何、泡か、泡なのか。おおお、うわなんだこれなんだこれこれ、あおーぶね。なるほど、上に行かそうとしてんのかこいつ。待って。何この、黄色いの何うわ、あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ、いや、いやでもね、半分ぐらい削ってんだよね。待って、フリーズ効かないかな。微妙だな。うわ、やばい。うわ、いい感欲しい。あ、でもね、一発で泡壊せんな。フリーズ弱点だった？もしかして。弱点だったかも。ダメージ大きかったな。やったー、一発で倒せた。でもなんかこのボスね、すごい不思議なボスだった。直接攻撃を加えてくるっていうよりも、泡に閉じ込めて上のトゲに生かそうとするっていう。デンジャーラップは爆弾を泡に包んで打ち上げるんだ。デンジャーラップ。花火出すか。ドンと来てパッと散る。華やか出すな。ライトといいキャラしてるな。ちょっと違うんだけど。ここなゴムはライトットパート。やったー、なんとか倒せた。デンジャーラップ。かっこいい。よし、いい感じじゃないっすか。ちなみにネジは？ネジちょっと溜まった？でもそんなに取ってないか。いい感買いたいな。でも今64個。64個なら買えるな。買えるけど、でも、ビート救出アイテム機能は絶対欲しいんだよな。でもまあ道中結構取れるか。よし、いい感買っちゃおう。ちょっと松出す。くれる？やったー。いい感ゲット。次は何にする出すかって、もうネジ4つしか持ってないからもういいや。ちょっと収録会でネジ集めしてこようかな。ネジ集めで周回プレイ。でもまあ、そうだよな。でもまだ、ラッシュ自体を、ラッシュじゃないや、ビート自体を取ってないから、しょうがないか。まあじゃあいいや、これで。よし！ということで、今回はなんとかバーストマン倒せました。楽しいボスだったな。ちょっともう一回やりたい。周回プレイネジ集めもそうだけど、純粋に楽しかったバーストマン。はい。というわけで、今回はこの辺で、もうちょっとコントローラー操作をしっかり忘れないように、ちゃんとやろうと思います。お見苦しいプレイで申し訳ない。今回この辺でご視聴いただきましてありがとうございました。